はい、皆さんこんにちは。本日はこちらの龍谷大学の問題を扱います。概要欄に問題と回答の PDF 貼り付けておきますので、がっつり勉強したい人は問題を解いてから解説を聞くようにしてください。今回は画像が入力されると猫である猫でないのいずれかの判定を行う人工知能があって、誤って判定する確率が分かっています。1000枚のうち300枚が猫の画像であり、このうち1枚を人工知能に入力するとき次の確率と求めなさいという問題です。今回問題文が少し長く、問題の状況の把握、こちらが大事なので、まずはこちら整頓してしまおうと思うんですけれども、問題文の状況をまとめるとこのような形となります。入力された画像が猫である猫でない、判定が猫である猫でないという形で、一番わかりやすいのが2番のところ、入力した画像が猫で誤って猫でないと判定する確率。まず入力する画像が猫である確率は1000枚のうち300枚なので1000分の300。はい、誤って猫でないと判定するのは問題文で100分の1と与えられてますので、掛け合わせてあげると1000分の3。はい、入力画像が猫で人工知能が猫であると正しく判定する確率は1000分の300かけ、はい、正しく猫であると判定する確率は先ほど誤って判定する確率、これの余事象を考えてあげて1引く100分の1かけて1000分の297。入力画像が猫でない確率は1引く1000分の300。1000枚中700枚でと。はい。誤って猫であると判定するのが100分の2と与えられてますので、3番が100分の2かけて1000分の14。はい。4番に関して言うと、3番の余事象、確率を考えてかけてあげると1000分の686という形となってきます。一応、約分できるところもありますけれども、後々の計算のことを考えて、分母1000分ので統一してあるよというような状況。はい、こちらを踏まえて括弧1番、入力画像が猫で人工知能が猫であると判定する確率、はい、それは何かというと、この表の中の1番ですね。入力画像が猫で人工知能が猫であると判定する、はい、ということでこちらそのまま答えにしてあげて1000分の297、こちらが回答。括弧2番、入力画像も人工知能が猫であると判定する確率、はい、先ほどの表なんですけれども、人工知能が猫であると判定ということで、横に見てあげて1と3足し合わせてあげると答え、はい、ということで1000分の297足す1000分の14足し合わせて1000分の311、こちらが答え。括弧3番です。入力画像を人工知能が猫であると判定したとき、入力した画像が実際は猫の画像ではない確率、あることが起きたとき、あることが起きる確率、いわゆる条件付き確率になってきて、はい、考え方としては条件の部分、時の前の部分、これを分母にとって、はい、分子に両方、今回で言うと人工知能が猫であると判定したとき実際猫でない、こちらを考えてあげればよい、はい、というふうに考えてみると、はい、まず猫であると判定、はい、こちらは先ほどやったように1と3を足したもので、両方猫であると判定したときに実際は猫ではない、猫であるとき実際猫ではない、こちらは何になるかというと ③に該当しています。はい、ということで先ほど言ったように分母分子それぞれ取ってあげると、はい、分母が1たす3、はい、分子が3というふうに計算してもらうと311分の14、こちらが答え。括弧4番です。入力画像を人工知能が猫でないと判定したときに、入力した画像が実際は猫の画像である確率、こちらも括弧3番と同様に、あることが起きたとき別の何かが起きる確率、条件付き確率ということで、条件分の両方のような形で計算していこうと思います。はい、まず条件の部分、時の前ということで、はい、猫でないと判定したとき、はい、猫でないと判定はまた横見てもらって、今回は2と4立ち合わせたもの、はい、こちらが分母となってきます。はい、分子は両方猫でない、なおかつ実際は猫の画像である、はい、そちらは2番ですね。猫でなく実際は猫の画像ということで1000分の3こちらを分子に取るよと、はい、ということで計算してあげると、はい、分母が2たす4分子が2、計算すると689分の3、こちらが答え。はい、ということで今回問題文の状況が少し複雑でしたけれども、一旦整頓してしまうと、あとは単純な確率の問題、条件付き確率の問題という形となっていますので、その点しっかり含めて復習しておいてください。はい、そうしましたら本日以上です。はい、次回ですけれども、こちら東北学院大学の問題を扱います。概要欄に問題の PDF 貼り付けておきますので、もしよかったら問題を解いて次の動画待つようにしてください。それでは本日以上です。ありがとうございます。